新茶石川ファミリーズですということで、ですね、次がこれが欲しいこれが欲しいと言っている商品が届きました。こちらなんですけども、こちらですね、スマホを立てるものですね、はい、スマホスタンドで、送料込みで64,000ドン、はい、ということで値段の方日本円でですね約320円しました、うん、でどんな感じかをですねちょっとレポートしたいと思います。ね、ベトナムの方スマホをいじる、ね、率高いですから、まあ、気になるとは思うんですけども、あ、硬いなこれ、うん、また携帯重いの台もあるから、うんうん、すごいな、硬いね。でこれを何つける、うん、ここつけるじゃあここから、うん、これこのままにしてつけるのかな、これで、うん、見えますかね、これで、うん、これをこうやってつけて、あーでこれでこう、うん、風つけるのかな、ガッチリ、うん、で肝心のスマホをこちらこうやって立てるのが、まあこうこういう感じか、はい、でスマホ、スマホどうやってつけるの、はい、つけてみ、でどうやってつけるのかな、いや、違うよ。何？違う違う。逆逆。逆？逆。逆ってこう？うん。この感じ。この感じ？でこう？いや、違うよ。え？割れてる。割れてる。これどうやってつけるの？どうやってつけるの？うん。はい。こう、そう、こうやってつけんの、そうだよ、あ、そう、あー、知らなかった知らないみたいすごいわ、だって私の割れてるから、うん、割れてるから余計割れちゃう、そう、これでこうやってつけるんだ、あー、どこでも、どこでも見える、ただなんかちょっと重力で落ちるね、動くね、これほら、うん、感じでも、あー、こういう感じね、うん、で、あれでしょ、ちょっと持ってて、これを、なんだろう、言い方悪いと、あ、こういう感じで、うん、こうか、そうですね、こうやってやってあれでしょ、寝ながらこうやって見れるっていうそのためだけに買ったんでしょ、そうですよ、寝ながらあれだね、食う寝る、すごいいい暮らしだね、そうですね、 あれですよ、もうね参りましたよあ、でもいいんじゃない、これで、うん、あれかな、これ5S の方だから、あ、これでかい方できるかな、やってみる、いけないみたい、ダメなの、割れてるからダメ心配するよ、あ、パリンって割れたらね、だけどこれでこうやるんだね、あれですね、これあのカメラ機能もあるから、これでこんにちはとか言ってなんか YouTube の撮影にも使えるかもしれないね、うん、なんかこういうのでちょっと自撮りじゃないけども、これで値段が64,000ドン、はい、送料込みで日本円で約320円とかかりました、はい、ということでね、まあ、あのこれ通販で買ったから、まあ、あのお店で見かけるっていうのはなかなかなかったんですけど、ぜひですねこういう商品もベトナムにあるということで、以上ですね、スマホスタンドの紹介でした。バイバイ。最後おまけなんですけども、こういう感じで取り付けたらですね、寝ながら確実に見れますね、スマホ、ちょっとこれやばいですよ、これ結構いい商品ですね、うん、はい。
あとここ、この辺りにつけたらちょうど寝ながらスマホを見れるでしょ。やばいや。ぐーたら主婦のトゥイさんです。